はじめまして、新田です。ザーオ、ケンゼラの物語、プレイしていきます。ここ登っていきましょう。こう。もう一回凍らせ、上書きして、こう、こう。おお、なんか不思議な不思議な現象をしてました。この上から何かを落とすような気がします。これは新しい能力を得られそうですね。インタラクト進みます。これは落ちたらもう登れないところでした。まあ行きましょう。これはどなたの祭壇ですかね。アキダの槍ほい。はあ、思ったより小さかったです。これをだからこういうことだと思います。はい、おお、これで開くんですね。インタラクトです。おお、2箇所ありますね。あ、なるほど、時間制限がありそうです。エイム苦手なんですよね。よいしょ、 OK です。インタラクト、ジャンプしてこう。おお、難しかった。これなんか下がありますここ。まあ不思議なんですけど、1個のターゲットを起動させても解除できる。じゃあこれ多分上にありますね。はい、 OK です。もう何があるか分かんないですけど行ってみますか。エコーでした。戦闘が始まります。 OK です。倒しました。敵は、あ、上にいますね。ここ、もうちょっと上。倒せました。 OK です。ドーン。今度は向こう行って。 OK です。殴ります。避けます。殴ります。いた。回復しましょう。まあ下はとりあえず倒しますか。 OK です。あまりにもエイムがひどいですけど、まあなんとか倒しましたね。じゃあここを、貫きます。 OK です。力が与えられて、これ時間制限ありますかね。ワンチャンあるかもしんない。与えて、そうですね、なんかあれが行ってる間に行きましょう。全然速くないですけど行けますかね。ああ、全然大丈夫でした。まあ落とせばいいでしょう。ぽい。最悪ですね。いや、いけてんのか。あ、いけてますね。じゃあこれに乗ってジャンプして横ほい。 OK です。はい、行きましょう。下通り抜けます。インタラクト。おお、何ですか。まあ、下に何かあるでしょう多分。はい、 OK です。はい、固めて、まあ戦いに行きましょう。 OK です。もう一回固めて、あれは倒した方がいい。待って。はい、 OK です。あー、届くか、よかったです。まあちょっと下目に打ってあげましょう。 OK です。おお、これは左が目的地ですけど、一回右の上に行かなきゃいけないっぽいですね。これ打ってすぐ走ります。ジャンプして、ジャンプ、ジャンプ、最後ここを跳ねられれば OK です。ここを、無理か。届きました。 OK です。アップの、はあ、なんとかなるもんですね。ここは戦闘エリアですね。うぃー、ちょ待って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 、それはきついって。まずどう考えたってあの子倒します。こっち見てもらって、向こう行ってもらってる間にこいつを倒して、 OK です。倒せました。あとはゆっくりこの子を戦いましょう。 OK です。倒しました。あ、また出てきた。OK です。おーおーおー、どういうことですか。不思議。上に道があります。ここにどうにかしていきたいんですけど、別のところから来るって考えた方がいいですかね。ここ上行けそうですね。よいしょ、ジャンプして OK です。まあエコーか、あ、リフレクションですね。体力増やしていきます。打ちます。OK です。これはすごい道ですね。はい、よーつはー。これ顔攻撃ですね多分。いや、体力すごい。まずは避けることを重視します。まずくちばしはこれで避けます。何ですか。あー、レーザーはダッシュで避けます。で攻撃、あー、効率化しました。ダメージ1つ削ったのでね、1回距離を置いて雷を打っておきます。右に避けて、左に避けて、 OK です。2回目は叩いて、3回叩いた後に横投げをしてきます。横投げをしてきますのでジャンプで避けます。で横、こっちから来るときは
なんか撃ってくるので、これは A で避けようと思います。で、下から撃ってきたやつはダッシュで避ける。上からも撃ってくるのでダッシュで避けます。で、衝撃波も出ます。衝撃波避けて、横投げしてくるのでジャンプで避けて顔攻撃。ほいはい、顔攻撃、はい、顔攻撃、ふい、顔攻撃です。これってもしかして固まりますね。じゃあこうした方がいい。たくさん固めて攻撃しましょう。うい、危ねえ。あ、もう一回いきますね。ふい、オッケーです。で、刺さってる間は大きい攻撃当ててあげましょう。ほらほら、くちばし、くちばし、オッケーです。殴ります。固めて撃って、終わりですか？倒しましたか？オッケーです、オッケーです、オッケーです。マジでミリでしたね。あと、はあ、倒しました。ここですね、放浪者の道がやっと、捉えることができます。ドン。で、ここのエコーを見ましょう。今回はイポンデルさんと戦いました。ここまで見てくれてありがとうございます。